007ダ大アナザーデイは、リータマホリ監督のスパイアクション映画、2002年公開、007シリーズ第20作、シリーズ40周年通算20作を記念して作られたダブルアニバーサリー作品である。ピアース・ブロスマンが、ジェームズ・ボンドを演じた最後の作品である。ボンドは北朝鮮に侵入し、ダイヤモンド商人になりすまして、非武装地帯にある基地を訪れる。 ボンドはアフリカから不正輸出されたダイヤモンドと引き換えに武器の密用を行っていたムーン大佐を抹殺しようとするがムーン大佐の側近のザオがボンドの顔情報を傍受へ紹介したことで彼の正体が暴かれる。ホバークラフトでの追撃戦の末にムーン大佐は滝へ落ち、ボンドは彼の父であるムーン将軍に捕らわれ長きにわたる監禁、拷問を受ける。 14ヶ月後、逃亡先で、中華人民共和国の諜報員3名を殺害して、捕まったザオとの捕虜交換が行われ、ようやく M の元に戻れたボンドは思いがけない言葉を耳にする。それは例0ナンバーの剥奪だった。一週間前に、北朝鮮内部に潜り込んでいた、アメリカの工作員が処刑され、ボンドがいた、収容所から情報が発信されたことから、 北朝鮮での拷問で、ボンドが機密事項を漏らしたのが原因だと疑うアメリカはこれ、以上の情報漏れを恐れ、ザオとの交換でボンドを連れ戻したのだという。ボンドを疑うエムは、ボンドの例例ナンバー剥奪という決断に至ったのだ。この結果に納得のいかないボンドは、香港に停泊するイギリス工作船に拘束されるが、裏切り者を突き止め、 自らのプライドとレーレーナンバーを取り戻すべく脱出。同地を拠点に活動する中華人民共和国の諜報員ミスター、チャンの協力のもと、ザオがキューバに潜伏中との情報をつかみ、現地に飛ぶ。地元の情報やラウルの情報でザオが DNA 変換療法を行っているロソルガノス島の病院にいると判明。ボンドは島の対岸にある b チでジンクスと遭遇。 島に潜入したボンドは、ドイツ人に分ける人種変換を受けていたザオを発見。実は、NSA のエージェントであったジンクスと共にザオを追い詰めるが、彼はダイヤモンドを残して逃亡を果たす。ザオの残したダイヤモンドは、ここ1年で勢力を伸ばしているが、それ以前の経歴が半然としないダイヤモンド王のグスタフ・グレーブスのものだと判明する。グレーブスが黒幕だと感じたボンドは、 ロンドンの社交場、ブレイズクラブでグレーブスに接触。さらに彼に招かれてアイスランドを訪れ、グレーブスの隠された驚くべき正体とその恐るべき征服計画を知ることとなる。主人公のピアース・ブロスナン・ボンドガールには黒人のハルベリーが抜擢された。メインのボンドガールに黒人の女性が起用されたのはもちろん初めてである。ベリーの映画デビューはスパイク・リーの ジャングルフィーバーの小さな役であり、麻薬中毒者のビビアンを演じた。翌1992年に、ベリーはロマンチックなコメディー、ブーメランで、エディ・マーフィーが演じた、主人公と恋に落ちるキャリアウーマンの役柄を得た。93年、彼女はアレックス・ヘイリーの原作に基づく作品に出演し、世間の注目を集めた。ベリーは、フリントストーンズにも出演している。ベリーは、 より深刻な役割に取り組み、ジェシカ・ラングと共演しや、ロシーザヤで、息子の看護権を取り戻すのに苦労する、元麻薬中毒者を演じた。彼女はオーストラリアで撮影された実話に基づいた、レース・ザ・サンで、サンドラ・ビーチャー役も演じた。そして、ついに、007イアナザー・デーで、ボンドガールの座を射止めたのである。その後は、激しいセックス描写を伴う映画にも出演している。 2002年の映画の世界興行成績で第5位。インフレ率を考慮しない場合、前作、ワールド・イズ・ノット・イナフを超え、シリーズで過去最高の興行成績だった。ダブル・アニバーサリー作品らしく、過去の作品をオマージュしたシーンが畳み受けられる。その他にも過去の秘密兵器が旧の研究室に飾られている007サンダーボール作戦の Z パック、 零零七クトパシーで使用されたアクロスター、ワニ型潜水艇など、ボンドがキューバに行った際に最初に読んでいた本も登場する。ボンドが旅客機に登場するシーンでは三代目ボンドのロジャー・ムーアのじ娘のデボラ・ムーアが乗務員として登場している。また、脚本の初期案では、香港でボンドに協力する中国の長報員は、トゥモロー・ネバー・大のボンドガールだったウェイリンだったが、 最終的にミスターちゃんがボンドを助ける役柄となった。マドンナが起用され同タイトル曲を担当し、映画出演も果たした。イギリスのミュージックウィーク誌では最高位3位、アメリカのビルボード誌でも最高位8位、デュラン・デュランが担当した、エビュー2、エキル以来の両国でトップ10ヒットとなった。また、同サウンドトラックアルバムは、ビルボード誌アルバムチャートでは、 最高位156位だった。なお、オープニング曲とエンディング曲が一緒なのは、007、美しき獲物たち以来である。第60回ゴールデングローブ賞では、最優秀主題歌賞に、ノミネートされる。しかし、第23回ゴールデンラズベリー賞では、脇役として出演したマドンナが、最低女演女優賞を受賞。主題歌の、ダイアナザーデーは、最低主題歌賞に、 ノミネートされてしまった。オメガ、シーマスタープロフェッショナル007モデルボンドカーと同型の V12 ンキッシュこの映画はフォードモーターが共賛しており、参加のアストン・マーティンが15年ぶりに本格的な装備を持ったボンドカーとして復活。ザオのジャガー XKR と真冬の表情で激しいカーチェイスを繰り広げた。ボンドの敵となるジャガー XKR ハット AB。 ダイアナザーデー。ボックスオフィスモジョ。2010年8月30日閲覧。2003年興行収入10億円以上番組。日本映画制作者連盟アーノルドはこの映画で、BMI が選出する、BMI フィルムテレビ賞の音楽賞を受賞している。パイクはこの映画で、英国、エンパイア神の選出する、エンパイア賞の最優秀新人賞を受賞している。 リストムービーズバイ by ルドワイドグロス w o r l d w i d e b o x o f f i c e c o m 2 0 0 9年8月24日閲覧。ボックスオフィスヒストリー4ジェームズ・ボンド・ムービーズ2009年8月24日閲覧。ABCD ダイ・アナザー・デオーディオコメンタリーより北朝鮮が0072激怒最新作ダイ・アナザー・デ スポーツ報知2002年12月16日ノースコリアテイクスエイムアットボンド BBC ニュース2009年6月26日閲覧ジェームズ・ボンドウォッチとはどのシーマスターウォッチなのでしょうかオメガ2009年8月16日閲覧杉崎淳一ボンドウォッチプロジェクト2009年6月26日閲覧マドンナ スウェプトアウェイガーラズベリーショーを総なめ。シネマトゥデー。https コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュニューススラッシュ n00031322009 年8月17日閲覧。007の喫煙シーンに抗議殺到。シネマトゥデー。 https://www.cinematoday.jp:/news:/n00026542009 年8月17日閲覧。ピーブロスナン007最新作撮影で膝に怪我。シネマトゥデー。 https://www.cine-matoday.jp:/news:/n0001520. ピブロスナン。2週間ぶりに撮影に復帰。シネマトゥデー。https://www.cine-matoday.jp:/news:/n0001573?hbeli? ヘレレーナナ撮影中に目を負傷。シネマトゲー。https www.cinematoday.jp スラッシュニューススラッシュ n00017212009 年8月17日閲覧。ピーブロスナン、ラブシーンで、チベリーの命を救う。 2002年10月9日、https コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュニューススラッシュ n00024812009 年8月17日閲覧。ボンドカー2002、ジャガー、XKR-4 リンク堂で、会一からレスポンス2002年7月25日。ありがとうございます。